こんにちは、荒木和弘です。令和4年3月3日木曜日、おひな祭りですね、ショートメッセージをお送りします。今日お話しするのは韓国と台湾の対日意識の違い、についてです。で、よく韓国は反日国家、台湾は親日国家というふうにですね、言われます。で、そういう側面があることは間違いないんですけども、じゃあ、例えば、台湾の中に日本嫌いな人がいないかっていうと、そんなことはないですね。で、もちろん韓国の中に日本好きな人もたくさんいます。で、どうして、しかし、国全体の対応とすると、ああいうふうに違っちゃうのかということなんですけども、一つ言えるのはですね、台湾の場合は、日本の統治から離れた後に、やってきたのが国民党だった。ということですね。で、国民党もともとその国共内戦に敗れるのは1949年、昭和で言うと24年ということになりますが、その前からもちろん入ってきてるわけですけども、非常に質の悪い兵隊、だった。で、49年に国共内戦に負けて蒋介石も逃げてくると。そういう時にはですね、もう敗残兵ですから、なおのことそのレベルが低くなっていた。で、そこに至る前に、いわゆる228事件、なども起きてますんでね。だから台湾の人からすると、もっとひどいのが来ちゃったと。で、なおかつ言葉が全然違いますね。台湾語というのは福建語と同じですけども、北京語で喋られたってですね、何言ってんだかわかんない。で、ところが、その中華民国、国民党政権は、北京語を強要するわけですね。で、台湾の人たちはそれまで、日本語で教育を受けていたと。そうでなければ、あと台湾語ということだったんですけれども、これが、突然、全然喋れない北京語を強制した。これ、本当に珍しいケースとも言えるんじゃないかと思うんですが、これをやったと。で、それによって、要はある意味で言うと、敵の敵は味方みたいな、ものがあってですね、日本時代が、の方が良かった、懐かしかったということも含めて、そういう意識が、強くなったんではないだろうか、ということがあります。で、昔ですね、1980年代ぐらいだったかな、台湾の映画で父さんっていう、父さんって漢字はですね、多いっていう、多い少ないの多いに、クワ、または三つに下にキー書く、クワですね。で、台湾語で父さんと読むんですけども、日本時代に育った、父親の話が、映画がありました。これは本当に日本がやっぱり懐かしくて仕方がないという人の、その人生描いた映画だったと記憶してるんですけども、そういうものがあった。で、韓国の場合はですね、これは台湾は清朝から割譲されたわけなんですが、台湾の場合、韓国の場合は、大韓帝国という国家が日本にと併合したという形になってます。で、ということでですね、じゃあ一体自分たちのアイデンティティは何だという問題になったときに、反日をある意味、アイデンティティにせざるを得なかったという、ことがあるのは間違いないんですね。というのは、じゃあ、連合軍が上陸してきた。で、その時にどうするのかと。例えば自分たちはやっぱり日本人なんだということでですね、敗戦国民として扱ってくれとはなかなかこれ言えません。かといって、日本ともちろん戦ったわけじゃないですね。特攻隊に行ったりした人もいるぐらい、ある部分は、日本人になりきってしまっていたと。で、そこで、それをですね、無理やりこじつけたのが、要は日本の統治がひどかったので、自分たちは反抗ができなかったと。で、しかし我々は日本と戦ってきたんだというような、歴史観ですね。これはアメリカなどからしても、ありがたかったわけですね。そういうふうにして、日本がひどい植民地支配をしたというふうにできた方が、そのアメリカの統治にとってもプラスになったということもあってですね。ずっとやってきてしまったと。だから今でも、韓国の保守系の人の中でも、日本は戦犯国家だなんていうことをですね、言う人がいるぐらいです。
まあ、韓国でも昔は、やっぱり日本の統治は正しかったんだというふうに、言ってた方もおられるんですけども、こういう方々、その経験がなくなっていくと、今度は逆にですね、プロパガンダがどん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 幅を利かせます。で、その解放後、まあそういうふうにですね、反日をある意味で言うとアイデンティティにしてきたという部分が、ありますので、そういうのはですね、どん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 増殖していくんですね。で、そうすると、もともとよく戦ってたんだという、そういう変な歴史観になってしまうと。こういうことです。これはちょっとやっぱりおかしいんですけども、そこに異を唱える人は、もうマスコミとかですね、左翼勢力から袋叩きになる。北朝鮮からしても、この歴史観をともかく拡大していった方が、日本と韓国仲良くならない。で、日本と韓国の仲悪くなればなるほど北にとってはプラスになる。ということでですね、まあいろんなものが利用をしていたということがあります。ただ、私はまあ台湾はそんな何度も言ってるわけじゃないんですけども、感じるのは、まあ、台湾の人にとってはですね、もうある意味で言うと日本とは距離があります。距離を置いて、で、まあ、いい国ですねっていう感じの見方ですよね。で、韓国の人の方が、どちらかというと、近いですね。それはもうなんかこう、チクチクする感じが、あるんですけども、まあ、こう、すごく日本に対する思い入れみたいなものが、やっぱりあるんではないかなという感じがします。で、昔は日本語喋れる世代が中心だったわけですから、これもうなおのことですね。で、国交正常化の時には、膨大な、いろんな資金が来たし、それから、いろんな技術協力とかですね、有形無形の協力があったということで、まあ、もう日本の存在ってものすごく大きかったですね。で、それはもう日本の今国力の低下、まあ韓国の国力の増大などでですね、そこら辺のところは、まあだいぶ薄まっています。で、なおかつ、その日本語できる世代が、もう、ほとんどリタイアしてしまっているということでですね、今日本語を喋れる人というのは改めて日本語を外国語として勉強した人ということになりますから、まあその部分はだいぶこう離れたんですけども、でもやっぱり、なんか韓国の人の方がですね、そういう意味ではこうべっとりというかねっちりというか、そういう対日感がまああるんではないだろうかというふうに思います。私はもともと前行ったことあるかもしれませんが、台湾の方が、関心がスタートなんですね。これ鉄道趣味との関係もありますけども。で、しかし、ま、やってるうちになんとなく、この、朝鮮屋になっていったというのは、この、べっとりとかね、チリとかですね、チクチクとか、まあ、そういう感覚が面白かったのかな、という感じがしている次第です。ま、ということで、今日は、ま、台湾と、それから韓国の、ま、対日感情の違いについてお話をしました。今日、3時から、ライブをやります。またお時間ありましたらぜひご覧ください。今日もありがとうございました。